こんにちは、かけらです。今日もまたまたお菓子の動画なんですけれども、すいません、今日はカールスティック贅沢チーズ味のお菓子の動画、ご一緒にご覧いただきたいと思います。カリッと食感カールスティック、5種類のチーズの美味しさ、贅沢チーズ味。今なんかキャンペーンやってまして、ここの URL でカールおじさんを探せっていうことで、なんか5000円分のクオカードもらえるらしいです。そういたしましたら、まず原材料名ご一緒にご覧いただきたいと思います。コーン、植物油脂、チーズパウダー、砂糖、食塩、乳糖、ホエイパウダー、タンパク化水分解物、脱脂粉乳、魚介エキスパウダー、その他もろもろ、すいません、読み飛ばします。あとエネルギーの方は、ワンパッケージあたり225キロカロリーということですね。容器自体はまあこんな感じででかいんですけれども、中身が少ないんですよ。あー、すごいチーズのいい香りがしまいます。やっぱ少ないですね。こんな感じで、あー、すっげえ匂いそれではカールスティック贅沢チーズ味ですね。すっごいチーズの匂いがしてきます。これでもかっていうぐらい匂いしてきますね。お味の方チェックしてみたいと思います。うん、普通に美味しいです。ただそうですね、普通にチーズ味で、どんなチーズ味か言われたら、すみません、ちょっとよくわからないんですけれども、カールベースになっているので、普通のカールのチーズ味とあんまり味が変わらないんじゃないかなって思いますすいません、ちょっともう一回チェックしてみます。普通に美味しいんですけどすいません、同じコメントで、あえて言うなら、どんなん言うたらいいのかな、普通の、そうですね、雪印とかのこの丸いパックに入った三角形にカットされたチーズあるじゃないですか、あれと一緒にカール食ってるみたいな感じで、あんまりすみません、ちょっと個人的には特別な美味しい味がするのかって言われたらそうでもないと思います。普通のカールのチーズ味食ってる方がいいかもしれないですね。まあでも全然美味しいです。歯ごたえがいいですよね。ちょっと固めのサクサク感たっぷりのカールの味を楽しめます。すみません、あんまりうまいこと言えないです。これやったらカレー味の方が全然美味しいですね。カールスティック贅沢チーズ味です。すみません、それでは簡単ですが失礼させていただきたいと思います。